はい、HP ミノの脳進化。シェイ。ドゥルだ。おはようございます。OSP プロスタッフの大塚隆です。今回はですね、12月の中旬、千葉県の片倉ダムに来てます。朝の気温1度、すごく寒いんですが、私が冬大好きな HP ミノーで、まあ、シャローではバスに浮かして食わせる釣りと、まあ、今回 OSP から出たドゥルガ、まあ、この中層で、まあ、ジャークさせてポーズで食わすとかジャークで食わすとかっていう釣りを、まあ、ご紹介していきたいと思います。まあ、シャロー勝負なんですごく厳しいんですが、まあ、価値ある1匹を求めて、まあ、釣っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。まあ、冬の釣りということで、まあ、朝一、まあ、ディープが絡んでて、まあ、シャローがある場所は朝一ワカサギをシャロー側に追ってるバスがいるので、まあ、そういうのをね HP ミノーの愛地引きでバスに気づかして浮かして、まあ、食わせの釣りと、まあ、リアクションのドゥルガのミノーのジャグとポーズで、まあ、食わすっていう釣りがあって、まあ、今回それをちょっと試そうと思ってます。でドゥルガは、まあ、ベイトフィネスで扱いやすいルアーなので、まあ、ストラクチャーが多いところはベイトフィネス、オープンウォーターは、まあ、スピニング使ってっていう使い方がいいですね。であまり動かさないこと、バスがちょっと水温が、ね、低くてバスが追い切れない場合があるんで、そんなに動かさなくて大丈夫です。軽く2回ジャークして、でポーズ、必ずポーズ、気づかして食わしてあげる時間を作るってことですね。いやしかし寒いですね。気温1度よし、待て待て待て、よし来たぜ、ハーモニカ食い、ドゥルガー、はいはい、朝一フィッシュ、嬉しい、シャローにいた、いや嬉しい。2回ジャークしてポーズで、ジャークした瞬間食ってきましたね。リアクション嬉しい。ドゥルガ朝一のシャローで食ってきますね。いや面白い。引き続き頑張りますよ。ローライトなんで、まあ、フラッシング効果強い HF ワカサギにカラーチェンジして、まあ、ちょっとなおさらあのよりリアクションフラッシング効果で狙っていきますね。おっと、すげえ、今下から湧いてきた下から湧いてきた、見えました、すげえ今ポーズした瞬間すごいな、今のすごいっすね。やばい、これ、ま、丸飲みだ。おお出た、見ました、下からドーン出てきましたね。すげえいい食い方、ちょっと感動しちゃうな、この食い方は。すげえ、ポーズした瞬間ジャークして2回でポーズしたら下からもう食ってきましたね。今この食い方は嬉しい、この真冬で。いやベイトのサイズなんですね、やっぱりドゥルガ。ありがとうね、サンキュー。今の食い方は嬉しかった、下から這い上がってきた。ドゥルガやばい、ドゥルガやばい、ドゥルガやばい。よし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 
よしよし、ジャクジャク食ってきましたね今。Thank you. ありがとう。やっぱりあれですね、水温が下がって冬に近づくにつれてもやっぱりベイトを捕食してる人やバスはいるんですね。多分デュルガのこのサイズ感が多分相当マッチしてると思いますね、今のベイトに。やっぱ岬、今のやってるのが、まあ、岬というかインターセクション、まあ、ちょっとこう水の動きがあんまりないようなところで投げて、まあ、ツージャークしてポーズ、ツージャークしてポーズ、ツージャークしてポーズ。で大体今全部ポーズしてる最中ですね、食べてんの。マグネット重心なんで、まあ、特におかっぱりはもう楽々と遠投できるんで、まあ、そこ強みですよね、ドゥルガの。まあボートの場合でもプレッシャーかけにくい、まあ、そこもメリットですよね。はい、今回ですね、まあ、多くキャッチしたドゥルガのカラーなんですけど、まあ、ローライトのコンディションだったんで今回、フラッシング効果がある HF ワカサギを使いました。ジャークした時にねこうギラッギラッっていうところでアピールするので、まあ、ローライトの朝にはいいカラーになってます。またねちょっと晴れてきたりするとこういうナチュラル系のウルルワカサギを使ってみるのもありですね。ポーズしてた、食ってきた。ちょっとね針が怖いんでネット使いますわ。一応持ってきたんで普段使わないけど針が怖いんで。おお、いいサイズ。よし、肩ぐらいでは貴重ですよこのサイズ。ドゥルガハーモニカ食い。いい体してますね。うん、肩くらでは貴重ですよこのサイズは。ナイスゲイドゥルガ、ありがとう。冬の身のパターンハマると全チャンスね、ありですね。やっぱベイト捕食してますね。やっぱリアクションでこう動かして止まってる時に撮ってですね、ああそんなに激しくハイシーズンと違ってベイト追っかけないから。あ、追ってきた、マジだ、追ってきた、追ってきた、追ってきた。回収中に HP ミノーで食わないかな、もう無理かな。今追ってきましたよ。多分立ち木についてたやつですかね。出るか出るか出るか、出ないか、出た。かわいいけど、かわいいけどシャロンにいた。よしよし、わかった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 ぞわかったぞ。丸のみ丸のみ、かわいいかわいい、貴重な一匹ですよ。貴重です貴重です。まあディープから隣接するシャローをメインに岬周りだったりサンドバーだったりっていうところを回っていった方がこういう釣りはできますね。もう本当にゆっくりシェイクラインだけ、ルアーを極力動かさないようにして、まあ、まっすぐ合い地引き、
これハイシーズンだと激しく動かしてもバスが追ってくるんですけど、この時期はもう水温が10度以下なのでバスが追い切れない場合がある。そのことを考えてもうゆっくりラインだけシェイクで、ルアーはもうずっと動かさない、あんまり極力、そういう誘い方ですね、この時期は。バス？鳥？クエ、クエ、クエ。ああ、諦めた。あ、来た来た。クエ、クエ、クエ。あ、食った。よし、食った。食った、食った。走るな。今追っかけてきて、で食わなかったんでちょっとリアクションにしたら食ったっすね。よし。どうしんか。ゆっくり合図引きしてきて、ちょっとティーチしたくてました。出た、急に出た、下から急に出た、びっくり、急に下から出てきた。立ち木のお、ワカサギ、これベイト、今ベイト吐きましたよ。まずバス取ってベイト、あ、いっちゃった。何かな、ちょっと待ってくださいね。バスが吐いたもの、これはワカサギですよね。ワカサギ、ワカサギ食ってるんですね、シャローで、それは HP ミノ食っちゃいますよね。あ、下にいた、バスいた、下に来た来た来た、食ってくれ。あ、見えました、見切った見切った、あ、来た、もう一回来た、食った、よし、見切ってで、スイッチ入れたら戻ってきて食ったっすね。これだからたまんないんですよ、真冬のシャドウゲーム。よし、騙し作戦なんでバスとの、あ、見切ったけどトゥイッチ入れるとバスがえっっていう感じでまた食いに来て、今騙し作戦でしたね。俺の方が勝ちましたよ、バスに。一回こう、うん、違うみたいな策だったけど、二回トゥイッチ入れてたらえっっていう感じで食ってきて、でバスの目の前になってまたトゥイッチ入れたの食ってきたんですね。よし、ルアーが取れちゃった。はい、 HP ミノの脳進化ちょっと取れちゃったけど、アベレージサイズ、面白い。はい、HP ミノ、私のセッティングは、まあ、ガード付きのマスパリですね。この、まあ、頭の部分、ここを少しちょぎります。そうするとガードが少し残ってるんですけど、これをワームに刺してあげますと、でここで、まあ、投げた時にずれないように止まるの でちょっとガードを出してあげる、このセッティングで私は使ってます。表層に出た、サイズは可愛いけど価値ある一匹だ、これ表層の。よ
しよ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 し、かわいいけど感じ悪い。よそ一匹HP2 の脳進化、水面直下、愛字引き。あ、引っかかっちゃった。なんだ今のは。下から急に出てきた。よしよしよし。よし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 。よし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 。はい、HP ミナー脳進化、はい、はい、プロブルーベイトフィッシュ、このカラーすごく釣れます。大塚おすすめカラーで出したカラーなんで、12月中旬の片倉ダムですね。シャドウメインに HP ミノーとドゥルガーを使って、挑戦してみました。まあ自分の中では納得いく数が釣れましたし、まあ、激しくバイトしてくるシーンも見れたので、まあ、楽しい釣りができました。皆様も冬はもうディープだけではなくてシャドウでこういった釣りができますので、皆様も参考にして挑戦してみてください。はい、 HP ミドの脳進化、イエーイ、出るだ。